こちらは昨日夕方発見時に撮影された写真。レジ袋の中には4匹の猫が入っていました。見つかったのは昨日午後3時ごろ、広島市安佐北区の公園です。区役所や小学校に囲まれたこちらの公園、車や人通りも大変多い印象なんですけれども、猫はこちらのようにビニール袋に入った状態で枝にぶら下げられていました。4匹は体長およそ10センチ、体重110グラムほどの生後間もない子猫で、へその緒がついたままの状態でした。まあ、弱ってる風はなかったんです。だからそんなに時間は経っていない。保護してからすぐ哺乳瓶でミルクをあげましたら、吸いましたので、そのエネルギーは残ってるということですね。猫が見つかったのは午後3時過ぎ。その30分ほど前、近くを通りかかった人によりますと、このビニール袋、なかったということなんです。心なき者の卑劣な行為、一体誰の仕業なんでしょうか。保護した今橋さんも何者かの身勝手な行為に憤りを隠せません。早く見つけてほしいという意図だと思うんですね。入り口の近くにこう置いてあったということはね、ちょっとすごく複雑な気持ちです。腹も立ちますし、さらに袋の中には猫の餌として入れたのでしょうか、コロッケと魚肉ソーセージが入っていました。ミルクしか飲めません、まあ、食べさせてはいけないものの、 代表のようなものですから、動物の知識のない方が入れたんだろうなというふうには思っておりますが。4匹の子猫は現在三原市の動物病院に引き取られ治療を受けているということです。実際に猫を捨てるっていうのは罰金100万円ですので、捨てるっていうのは犯罪ですよっていうのをもっと皆さんに周知しなければいけませんし、こういうことはなくなってほしいなと思います。警察は動物愛護管理法違反の疑いがあるとみて、詳しいいきさつなどを調べています。